こんにちは令和5年11月8日、えー、今日は「玄著」と言いまして玄というのは、まあ、あのちょうどあの昨年も今年も「千の玄室大宗書」をこうお迎えしますけど玄というのは黒。 という意味ですね日本語で「黒」っていうと「黒人」という言葉があります、まあ、素人という言葉に対しての反対なんですけど黒人ってこの「原人」と書きますねそのという字です黒という意味があります。でこの黒っていうのは何を意味するかっていうと木下土根水五行の中の中冬を意味する言葉なんです,、ね、ですから今日は何の日かっていうと立冬なんですよ。 立冬とは何かというと冬が始まるというよりも冬の芽がポンと浮かんだつまり秋が今一番秋らしい時なんですよその秋らしい時昨日が秋の一番トップなわけなんですね。でそこでちょっと秋が滅んで滅ぶってほころんでこう冬の芽が生まれてきたこの日を立冬と言います。 よく皆さん、あの立冬というとまだ冬じゃないのにとかね、立春とか立夏とか、立秋の時でも、あの春でも夏でも秋でもないのに、なんでこうやって言うと、もう書いって樹の如しですよ。立冬ですから春が立つんです。ほんのちょっと芽が生まれてきた。あ,あ冬が間もなくやってくるぞというサインです。つまり秋の一番こう真っ盛りの時が、この 立冬の時なんですね。だから冬ですから玄著玄まあいわゆるあの黒そしてイノシシというのもちょうどこの時期の月でいうとこの辺りがイノシシにあたりますからですから冬のイノシシっていうことで玄著というんですけれども日本では少し面白いお話がありましたね。えー かつて王仁天皇がまだあのお母様のお腹の中におられるときに九州からずっとこう帰ってこられたでもその時にですね、まあ、九州で生まれられたんですけどこ,うこちらに帰ってきた時に伊墓系、まあ、いわゆる母の違うお兄さんたちがこう二人の王子がぼうて天皇の後を継ぐであろう、まあ、正式な皇后の息子であるあの。 弟を殺すために機内、まあ、いわゆる今の大阪辺りでいろんなこう策略を練ったんですねでその策略を練って殺そうとしたんだけどもそこで受けいがりという狩りを行います。で受けいがりっていうのは何かっていうと良い獣が得られれば、まあ、最終的にあの良きことが起こるであろうというそういう占いの狩りっていうのが昔あったんですよ。 それが受けいがりといったで案の定、えー、狩りをしたんですどこでやったのかっていうと今でいう能勢という場所が大阪にありますあのお猿さんで有名なとこなんですけれどもねで今回はお猿じゃないんですけどもでそこでその2人の王子が狩りをやったら大きな大きなイノシシが出てきたんですよ。 で、そこであ、これは吉兆に違いないと思ったけど、そのイノシシがあまりにも強すぎて。もう一人の王子はこう、木の上に登ってしまうわけですね。でも、イノシシはその木をめがけて、どんと突入して。その木、もろとも、その王子を倒して、殺してしまうんですよ。そして、もう一人の王子は、もう慌てて逃げて、あの今の。 何にと言いますから、大阪の南の方にこう逃げていった。で、これで結果的には応神天皇は即位ができて、で、ある程度の年齢になった時に、古老、まあ古の老人ですね。その古老から話を聞いたんですね。そんなことがあったんだっていうことで、そこでそのイノシシが出た地域。 ここが能せっていうんですけれどもこの能勢のある部落の人たちにお餅を作ってでいわゆる白い,白いお餅の上に、まあ、白じゃないかもしれませんがあの玄米でもいいかなと思いますねで餅の上に、えー、あんこをひいてでそこに栗をのせてそれから笹の葉をのせるでこれがイノシシだ っていうそういうイメージを持ってそれを宮中に運んでくれっていう,うなってこの「現著」の儀式が行われるようになったと言われていますでところがそれがまあ面倒くさいですよ結構こうあのお餅ついてあんこのせて栗をのせて笹の葉のせてってでそれがイノシシですからイノコいわゆるあのイノシシの子供ですねイノシシの子供のような姿を持ってこう 餅を配るという形になってきてでちょうどこの時期というのは先ほども言いましたように立東の時期ですからいわゆる暖房を出し始めるだからこれは暖房を初めてつけますよという儀式へとつながっていくわけですよでそこで江戸時代まで下ってくると江戸城ではその主人やまあ目上の者からいわゆるお餅を配る 風習ができてきて、江戸城の中では五色先ほど言いました。目下、土昏水の五色のお餅を配られるようになったで、名古屋でもとても大事にされている儀式でえー、四大藩主義道教はこれをしっかり行ったと記録が残っています。で、その時にどんな風にしたのかって言うと、白と赤の餅を作ってそれを配ったんだと。で。ところが。 五、まあ、代五郎太はもう本当に幼かったのですぐに死んでしまったのでやれなかったんですけど六代すところが七代私の研究している宗春京はこの元朝の儀式すごく大事にされてましてね自分が押した屋敷にいて名古屋城にいない時でもあ名古屋城って、ね、別名金城って言うんですよ金の城だって。 ああれがあるからねあの社長ホコがありますからその近所に戻らなくてもでこの日だけはちゃんと近所に戻ってそこで白と赤の餅を配ったと。であの横井弥生というと有名なあの俳,俳句っていうよりもあの俳人というんですけどね俳人って死んでしまう人っていうじゃなくて俳人っていう俳界をやっていた有名なあの侍がいます。で戦国りのあのあ 太心のこう武士だったんですけど、その横井弥雄も殿からこの元朝の時にえお餅をもらって、で今日はそれで火鉢の上で焼いて食べているんだみたいなそんな記録がちゃんと残っているんです。でそこでもう数十もう十年ぐらい経ちますかね、これやるようになってからね。でどんなことが 私は意味をしたいっていうようになったかというと今言いましたその立刀という意味がありますねそれから玄著という儀式がもともとありますで、そして猪子ち、で、そしてこの宗春教ともがすごく大事にしていたので宗春がなくなったのが10月の8日なんですよだからまあ月遅れの進歴に直しますよね11月8日ということでうちでは宗春教のお祭りも一緒にやろう とえー、県中さんではあその10月8日をが新暦の11月1日だったので県中さんでは11月1日に行うんですけれどもうちの場合は10月8日に原著の日とともに宗春教のお祭りもこうやっていこうと。 思ったわけですでそれで今日、えー、阿弥陀さんの信号も何度も何度もお唱えしたんですけれどもなぜかというと宗春教というのは阿弥陀如来の化身もっと言うとその元が阿弥陀如来でその阿弥陀如来が八幡様として比叡山に降り立った比叡山の与川というところに降り立った。でその,あの神様がの神様が いわゆる日吉山王権現日吉山王権現というのは3つの神様がいて、この3番目の神様がその。8番様として降り立ったで、この八幡様というのが、まあ本当にあの大きな大きなこれ意味をしてきますけど、これが王神天皇であるっていう。一応説があります。 今のこの元朝のこ話とつながってくるわけですよですからえ宗春教と王神天童もそういうところで八幡様というそしてそれがまあ日吉さんの権限としてこう現れたということになっておりますので私は今日はその宗春教のことも含めてえ八幡様ということとかそういうことを含めて阿弥陀如来をこうお祈りをさせていただいた次第ですえ。さてここからが大事なことなんですけれども。 阿弥陀さんってどういうい方ですかね阿弥陀さんって、ね、まさに慈悲の仏さんなんんななでですよ大秘なんですよ大昨日、まあ、ある会合でその愛の話をある人がしててね「俺の愛は一方通行や」みたいなね笑い話がこう昨日出てたんですけどでもそれ正しいんですよ。愛って一方通行なんです。 でたまたま「両思い」って言葉があるようにこういくんですけど相手がこうだからこうするっていうのは愛ではありません。相手がどうであろうとこうであろうと自分のことが好きであろうとなかろうとそんなこと関係ない一方的に愛情を示すんですよ。阿弥陀ささんんののの愛愛愛情情といいうのはまににこの愛なんです一方的に愛情を示していく え宗春京の人生をずっと調べていくと彼がやりたかったのは上の武士自分よりも上司となると、まあ、将軍様しかいませんけれどもでもそういうなんていうんですかね武士たちいわゆる上流階級の人たちがうんぬんじゃなくて庶民がこの尾張藩の中に住む人たちが幸せであるっていうことこれがもう宗春京にとって一番大事なことだったんですよ。 彼にとって愛情は庶民から何かをしてほしいとかそれから上司まあいわゆる幕府からよく見てもらいたいとかそんな意識全くないんですね。一方的なんんでですすよよ愛してんですよ庶民はねまあただある時にあの将軍さんから心配してまあ手紙でもあったんでしょうね。 これどう,うどうなってるんだみたいな話があったときにお医者さんを通じて将軍とその吉宗公と、えー、そ,の当時その次の家重公にはあの言い訳の手紙をねちゃんと 書いていますのででも本当に宗治教というのは庶民に対しての一方的な愛情を示されただから道化もやるしいろんなことをやる幕府が反対しようとこの終わりの民が幸せであるということを願い続けたそういう人です今の政治家にとってとっても消えていることいや政治家だけじゃなくて私たち庶民もそうした感覚っていうのが抜けてしまっ たんじゃないかなと思うんですよ自分が儲けることとか自分にとって利益のあることばかりものを考えるようになってしまってるでも利益を取っちゃいかんって言ってるんじゃないんですそれはそれでいいんですでもやはり一方的な愛情相手から見返りを求めることなくあの愛情を注いでいく方法論というのはこれは儲ける儲けないというのはこっちに置いといてもできることなんですねええー。 日本でお祭りがずっと続く場合と続かない場合がありますけど町内会のお祭りってねなぜならばどこかで利益の問題があるから。でもお寺ととかか神社とかそれが主催神が主ある場合って消えないんですよそれはなぜかっていうと利益があろうがなかろうがこのお祭りは続けていくんだってそのお祭りそのものに 意味があるんですね僕はお祭りは神様様や仏様からの愛だと思ってるんですよそ,そして逆も言えるる神様仏様仏への愛だと思ってるんですよお互いがこう一方通行の愛をしていくでもそうするとお互いとお互いが通じ合うでもねこれだけじゃダメなんですよ。この一と一の関係じゃなくてその周りも含めた全てのエネルギーを巻き込んでいくものだと思うんですね。 これが医学毒力如来かじり力力力崩壊力胃が駆毒力というのは私が得てきた功の力を持ってこう私がこう行く方向如来かじり力というのは如来様から加えられる我々への力でもこれだけではうまくいかなくて周りをすべて巻き込んだすべてのエネルギーを持っていくこれが牛医崩壊力。 この三つの力三力と言いますけれどもこの三つの力が揃っていろんな力がどん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 湧いてくる、えー、日本のお祭りを私はもっともっと復活していく必要があるんじゃないかなで、こうした四季のお祭り特にこの今日は原著のお祭りですけれども三力のお話をしました物事を祈るときには私とあなただけじゃダメなんです結婚もそうでしょ私とあなただけじゃないんですよ その周りのものの力も絶対的にいるんです私たち生きているとき生きているっていうことはそうですよ自分と相手だけじゃなくて周りも含めてものを見ていく実はですねちょっとね昨日ある出来事でそのことを感じたことがあるんですよ私が今動いていることでは周り全体を見た上でのここって見てるんですねででも一方ではここしか見てなくて全体を見てない人 やっぱりいるわけですよああこのまま行くとここ失敗しちゃうなっていうのも見えているでまあ私はちょっと他の人たちを使ってこう,うまくいくように工作してるんですけれども自分のことしか見てないと結果的にはもっと大きなものを失ってしまう可能性があるだからこそ医学独立如来かじ力周りもあらゆるものの力優位崩壊力、まあ、それを感じていただければ何よりだな あの崩壊力の中には、うん、音も匂いも肌触りも味もそうしたいろんな感覚っていうのが全てのものということですのでその全ての力を持って、まあ、その三力というのを覚えてくださいねちょっと言ってみましょうか「伊く九毒力」「如来かじ力」じ「牛意崩壊力」 で服用二重」っていうんですけど「服用二重」っていうのは「あまねく供養がここにありますように」っていうこういうあの言葉ですね「伊学独立」「如来鍛冶力」力「牛医崩壊力」「服用二重」というとても大事な言葉またあのゆっくりと、えー、覚えていただければなと思っております。今日もありがとうございましたでは今からお餅をお授けいたしますのでお一人お一人出てきてください。 うちの場合は白餅と、それから、まあ玄米の黒と、そしてまあ赤部にも見えますから。この二つをお授けいたします。はい。はい、ありがとうございました。今日撮影日の十一月。季節の行事、玄女という行事の日でした。玄女の玄は玄米の玄です。有限な世界とか。 黒とという言葉に使うように黒という意味です木下土根水の五行でいうところの水にあたります水が黒というのはまあチャイナらしいところですよね五行の水は冬を示します太陽の光が減り冬を黒と判断するのも頷けるような気がしますけどもさてこの原著の原が黒ならば著は何かというとイノシシ まあ現在用いられているのは新暦で今はちょうど今日は11月の8日ですから11月なんですけれども旧暦ですと今日はですね9月なんです9月の終わりだいたいだけどこの時期というのは旧暦の10月が非常に多い時節なんですけれども旧暦の10月を異の月と呼ぶということご存知でしたでしょうか当時を含む旧暦の月には 北斗七星の取っ手の先の部分が真下を指すためにこの月を十二支の最初である根の月と呼びましたつまり旧暦の十一月が根の月旧暦の十二月は牛の月翌旧暦の正月は虎の月と古代チャイナでは呼んでいたそうです。それが十二支ととももにに日本にも伝わってきてき旧暦の10月は イの月になるんですねだから現在のだいたい新暦がイの月になるというふうに捉えてもらえればいいかなと思います新暦ですと11月の7、8前後は立冬ですから冬の始まりの日秋真っ盛りでほんのわずかに秋が緩み冬の芽が生まれるそれが立冬です ですから立春が最も寒い時期でいよいよこれから寒くなっていくよというのが立冬だからこそ元朝の儀式は冬の初めの儀式とも言えますまあ暖房器具を初めて使う日が元朝だと捉えてもらってもいいんじゃないかなと思いますねこうした道具に感謝やこれからよろしくお願いするねって祈りを込めるまあ何にでも神聖な命を見つめる感覚 これっていいですよね。そしてお餅を火鉢で焼くとちょっとお,おこげができてきますね。そうするとそれがまるでウリボウのように見えるんですよ。ウリボウというのはイノシシの子ですから、まあ、なかなか面白い。こうした感覚が日本人の持つ、うん、季節とともに共生していくという感覚なのではないでしょうか。 まあ、宗春教というのは愛情深き方で宗春教のトレードマークである「辞任の字はまさに庶民に対する、まあ、特に尾張徳川家の領内に住む人々への一方通行の愛情ですね愛情というのはですね双方方にななるってこともありますすけど一方通行なんですよ相手が自分のことを思っていようが思っていないが関係なしで一方通行でいくっていうそれですね。ですからこのの愛情の赤 阿弥陀如来の赤愛禅明王の赤伏木三能権現三能権現の三宮八幡大菩薩のご本寺は阿弥陀如来まあ勝手なつながりを求めているって言えばそこまでなんですけれども逆に言えば自分の境地が深まっていくと、まあ、あらゆるものにつながりを見いだすことができるようになってくるのではないでしょうか。そそののつながりの世界こそ そのつながりの世界こそまさにマンダラ世界秘密証言の世界ではないかなと私は思っていますまさに密教の浄土密言浄土なんじゃないかなとまあこのあたりが神言僧である私が徳川宗春教をお祭りしていかなければならない秘密があるのではないかなとそう思えてなりません さてこの自分の境地が深まっていくまあこれがが九毒力和が九毒力ですねそして仏た仏からこうやってくる力まあこれが如来カジ力です月と水で例えるとジャバジャバした水が きれいな水面になると月の光がやって来れば月の光を受け止めることができるじゃないですかこれがまさに受け止める側と受け加える側これが一つになっていくでもこ,のこれだけじゃダメなんですねだって地震が起きればまたジャバジャバしてしまいますし風が吹けばまたざわざわしてしまうこの二つの力「くどく力,力」とかじ力が より輝きを増すためにはまさに崩壊力という大日如来もうあらゆるところに変満しているあらゆる力え自称現象世界といいましょうかそうした現象もそして目に見えない真理の世界もそれらすべての力っていうこの3つが揃ってこそ初めてこの如来果樹力も口徳力もより大きな輝きを増していくこれを密教では「三力」と言います。 この三力については胃がくどく力如来かじ力、牛衣崩壊力服用二重という表現をしますちょっと一緒にお唱えしてみませんか胃がくどく力如来かじ力、牛衣崩壊力服用二重もう一回言いましょうか胃がくどく力如来かじ力、牛衣崩壊力服用二重 まあ、高家寺の季節の行事というのは季節の変化の中に仏の力を見出してそれを内に取り込みそして役立てていくまさにその三力を体感していただくためのものでもあります。